今さら解説するダークソウル全素性おすすめ攻略講座、今回は持たざる者編。この生まれるべきではなかった素性でアストラの直剣を信じます。持たざる者です。持たざる者の初期装備はクラブ。これは強化クラブと同様に非常に強い武器です。出血しないのがちょっともったいないポイントですけど、特徴はやっぱりこの振りの細かさ、振りのなんか隙の少なさで、隙が少なく威力も高い。そして R2 がワンコマンドでこのジャンプ攻撃が出る。ワンコマジャンプ攻撃は相当強いですよ。余分な操作いらないし、ね、余分な操作なしに結構なリーチの結構な範囲の、そして結構な威力が出せる。強いです。初期クラブは強い。だが今回はアストラの直剣を信じる。ということでレッスン1、アストラの直剣を信じろ。見てじゃあ例によって必要なアイテムを回収して先へ進みましょう。ということで入手しましたアストラの直剣。先に言っときます、今回は最後まで信じ抜きます。最後まで信じた末にこのアストラの直剣の上質な強さをお見せしたいと思います。なぜ持たざる者でアストラの直剣を選択するか、これ見てください。この上質なステータス、この上質なステータスの前だとやはりアストラの直剣を使わざるを得ない。アストラの直剣に最も近いんですよ。要求ステータス10、10、14、まあまあ近い。進行を3振るだけでこの上質な、ね、非常に高貴なこの武器をゲットする、使うことができると。上質です。クルリンパミスター、これガードで落ちます。クロート、あーっ、アストラの直剣を、アストラの直剣を信じろ。信じるんだ。ちょっとここでソウル使います。そしてここでレベル上げ、いや進行14で、あとは筋力と技量に。はい、これで最強武器アストラの直剣を使うことができました。ということでレッスン2、アストラの直剣を強化せよ。強力な祝福が施された上質の武器なんですよ。やはりその上質さ、内に秘めるその高貴な立ち振る舞いというものを引き出すためには武器を強化しなければならない。強化するためには素材が必要。素材の収集をしつつ、でソウルを集めつつ、そしてこの火力を、猛威を金のガーゴイル相手に見せていくと。おいおい、あれ強い？いや今の結晶トカゲ3発で倒せるのは強すぎるな。確かめてくる、僕がどれだけ強いのか。強い、急大点、悪くない、64点。いやまあ単位は取れてるから、単位は取れてる。でも決してあの良好な成績ではない。ほらトカゲ一撃だよ。これ71点に上げてもいいかも。ちょっとこれじゃ切れ味わかんないよね。無強化アストラの直剣がどれほど強いのかっていうのやっぱり知ってほしいんですよ。ダークソウルやるなら。うわー一撃じゃねえんだ。体感してほしい。ネタじゃねえんだよな。この武器をネタに仕立て上げてるあの悪の組織がいる。それは今俺は断じていきたい、断罪していきたいですよ。正直ネタじゃねえと。7周戦い抜ける最強の武器なんですよこれ。半分、意外な火力、上質の殻を破った。ひるませて殺す。ああ、強い、無強化です。死な無強化で、ここの抜け方は抜いた方と逆を走る。これだけ何度も言わせないでくれ。よし到着。では武器を強化します。アストラの直剣を信じろ。よし、で強さへの悪なき探求ね、これだな。はい、ということでレッスン3、上質を超えた暴力を見せろ。以前アストラの直剣を使った動画やっていたと思うんですけど、その時は上質な火力を非常に推していたと思うんですが、実は暴力的な一面も側面も持ってるんだよっていうのをちょっと認識してほしい。改めてくれ、暴力を見せる。
皆さん知らないでしょ。アストラン直剣の圧倒的な棒を今お見せします。今皆さんにその一端をね、まず一端をお見せする。一通り準備が終わったら草門をセット。念のために火力を見ておこうか。378、とんでもないことが起きるぞ。かつてないほどの蹂躙を見せられる。尻尾切る、攻撃する、そして殺す。なんだこれは、確定パターンだって。確定、やばい。結局要はこれが段階なんですよ。徐々に段階を踏んでいった。最初の頃はまだこの石類運用、これをしてなかった。だから上質でとどまった。あえてこう後ろにちょっとね、ちょっとこう一歩引いた、あの奥ゆかしさを見せてた。でもこれ主役になるとね、決めた途端この暴力、これなんですよ。これを皆さん、この暴力的な一面を見ずしてアスチョクをバカにしてる。許しがたいな。アストロの直剣を信じろ。死ね。でそろそろ持久力に振っておこう。今回体力、はい、石類調整、石類運用するためにちょっと上げずにいきたいと思います。この毒の入りいいですね。おそらく切り前でぴったり。よし、ぴったり。天才、わきまえろ。いくぞ。よし、今回持たざる者ね、一応最後と、最後の素性の解説になっているので、最後ぐらいはちょっと見ようかな。クラーグもね、何度も何度も蹂躙してきましたけど、やっぱ最後ぐらいムービー最後まで、あ、ちょっと手がすごい、すいません、まだ終わりじゃなかったってことか。よし、わけわかんないから倒そう。直剣の戦い方はすでに解説済みですが、この R2 主体で、両手持ち R2 です。片手持ち R2 とかいう軟弱な攻撃、これやめてください。これ雑魚なんですよ。効率は圧倒的にこの両手持ち R2、 これが最大理論値です。これ俺がもう実証してますから、何度もね、何度も周回を重ねる、この直剣を何度も使うことでたどり着いた極地。この極地にたどり着けてる人、一応世界で数える、片手で数える人ほどしかいないので、おそらくあまり伝わってないと思いますが、瞬殺、上質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 。じゃあクラーグの層を食わせて、これで良さそうだな。ということでレッスン4、アストラの直剣を信じて最大強化しよう。大丈夫、今度はアストラの直剣を信じて最大強化しようとか言っといて、虚槌を強化するなんて真似はしません。最後まで信じます。アストラの直剣を信じろ。そして防具は久々の黒金糸。やっぱり黒金糸なんですよ、防御力高いし軽いし。ここ最近は素性の元から持っている防具をちょっと重視して尊重して着ていたけれども、本当はこれが着たい。そしてそれを着るのを許してくれるのが持たざる者、そしてアストロの直剣、信じよう。よし、行きますよ。ここ最近落とせてなかった、あれだけ強い魔術、あれだけ強い武器、それらを使って、それらをもってしても落とせなかったアイアンゴーレムをこいつは落としてしまうんだ。あれ、ちょっと2発でいかない、これは想定してない。来た、完璧。さすが圧縮。重ね重ねになりますが、光るくさび石強化の武器を使うときはアイアンゴーレムを倒してそのままソウルを保持しておくだけで最大強化まで持っていきます。もちろんこれは事前にプラス3まで強化していることが前提ですが、あの2つの結晶トカゲを取っている、刈り取っているのが前提とはなりますが、基本的に刈り取らない理由はないのでね。みたいなパターン、
おい、のけ。落ちてないからね。俺は針を落ちるようであればもうダクソやるべきではないとまで断じてる。でも俺落ちてないんですよ。落ちてないんです。ほら、魂をここに残した。これなんだよな、これなんですよね。落ちてない、心は落ちてない。じゃあ落ちてないんです。一緒一緒、まあ、つまり体は失われたけど別に落ちてはいない、ね、心も落ちてない。心はあそこに落ちていた。もう何言ってるか分かんないんで、7万円ヘッドホンでちょっと綺麗に抜けていこうかなと思います。来ないね、最近来ないね。来た、え、来た、え、来た、うあれ、ちょっと待ってあれ、神の加護切れてきた。神の加護が薄れていくのが聞こえる高山。はい、で、今までとの一番の違い、ハベルいらないんですよ。上質だからというか、ハベルがいらないことに気づいてしまった。何、岩のようなハベル、何あれ上質じゃないんだよね。あんな上質じゃない装備僕いらないんですよ。やっぱアストロン直剣使うってなったらね、スタイリッシュに決めなきゃいけないから、まあ、もちろんこのアストロン直剣が神聖を帯びているっていうね、神聖武器であるっていうこともあるんですが、ハベルは本当にいらないので取りません。さて、ここで光るくさび石を6個買うと。6個買ってアイアンゴーレムの核を砕き、そしてこの核から武器を強化する。アストラの直剣を信じろ。ということで、早くもレッスンファイナル。上質な祝福が施された、ちげえ、強力な祝福が施された上質の武器でロードラン制覇。以上です。もうこっからダイジェストで、もう一切苦戦しないんで。攻撃力458、異端だよね。異質と言っても過言ではない。万全の状態で戦いたい。行きましょう。ちょっとずれて、かわした。ちょっと待って待って待って、 OK、 悪くない。全然いけるわ。これヒルム殺す。あ、いけるいける、いった。クロと真正面から向き、危ねえよお前。相撲と真正面から向き合うわ。相撲とこれだけ接近戦できる、強いね。ひるみも取る。で、これローリングいらない。で、次でひるみを。ひるませて。いや、ちょっと、これは。よし。クロート。これがクロート。アスチョクの力と相まって、圧倒的な力を見せてしまった。ちょっとね、うまかったわ。ちょっと、うまかったな、今回。ここもこれが最速だから。もう弓速射とか時代終わってるから。弓速射の時代じゃないんよ、プロロなんだ時代は。レベル上げはとにかく火力を上げたい。で、スタミナも火力だな、パワーパワーだけに。で、アンドレイから紋章変えます。もちろん敵対はしませんよ、それはね。それは俺、アスチョクが許さないから。アスチョクが、でも割とここの調整ありなんですよ。センス出るけどね。で、ここで端化することで赤竜調整。クロート、これでも IQ120 あるから俺。メバチ、じゃあ集中していきましょう。シフ戦は足踏み注意、足踏み注意して戦っていかないと体力が持ってかれる。極力足踏みを食らわない位置取りをしていきたい。この辺りがいいかな。前足に結構判定が強い。危ない危ない。
お、いいムーブできてますね。かなりいい。いけるいけるいける。何？翻弄するな。勝ったな。パーフェクト。ガチのダメ。近接のダメは少し剣を振らせ続けたいっていうのがあります。剣を振らせ続けることで極力足踏みをさせない、飛ばせないっていうのが、そういうムーブがちょっと大事になってきますね。除湿ということで、今回は一応最大のボスと見定めているハムを先にやりに行きます。まあ、セキュリを使う系の武器はどれも言えるんですけど、アルトリ契約と調和とセキュリで被っちゃうんですよ。で、何かを犠牲にしなきゃいけない。ダスチョクルートはちょっとセキュリを外すことができないので、上質だけでは戦っていけないんですよ。ということで今回は調和をここまで温存することで、セキュリプラスアルトリ契約っていうムーブをできるようにしています。さすがにこの体力でゴーストハウスに特攻はやなんで、やります。実はしっかり技量も上げてるから殺しきれるというね。パーフェクト、ビューティフル。よしよし、これすらセキュリ調整ね。これさえもセキュリ調整。おそらくこの体力かなりギリギリで調整できる。ほら完璧。それでは行きますか。4人の子では参ります。3人で、2人は不可能です。3人で。さて、まずは両手持ちで戦います。もちろん R2 連打で。いきなり来るか。これカウンターでもらう。これでぴったり。この赤類リカバリー、赤類リカバリーが大事だから。で、歩いてかわせるやつはかわして、 R1 を連打。 R1 ガード挟んで R1 で、で2発目振らせて一気に攻め立てる。3人だね。こんな感じです。セキュリキープで戦うにはこういう感じで戦っていくことになります。重要になってくるのはビームの縦受けですね。ビームをどう縦受けするか、どうビームに対処するかっていうのが大事。もちろん食らえないから逃げ回るっていう選択肢もあります。大変だけどね。それはもうよっぽどの苦労とでもない限りちょっと不可能なので、皆さんはやめておいた方がいい。まあ俺はできると思いますけど。ペッ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 、あーあーあーで出てくる。遠いな。打つなら来いで、受けるなら早めに受ける、じゃないと距離詰められる。これが一番やるな。これが時間稼ぎなんで、だいぶやりづらいですね。で、この2発目振り切るのはおすすめしません。これ、ね、ダメージパーセカンド DPS 下がるんで、だいぶダメージパーセカンドの観点から言うと、これは R1 を1回 L1 挟んで R1 ですね。ぴったり。ふぅ、クロートと呼んでくれて構わんよ。ここからのレベル上げはバランスです。あ、いい、すごくいい、すごくいいです。やば、勝って相手にしてられない。ここはもう入れません。ホタテは絶対入れない。思い出したと言っても過言ではない。これ来た、これですね。100入ってないわ。 100% 入らない、 100% ホタテが入らない。よし、これをもう、これからはこれを実践していけば。この体力で あいつやんな、まずい。一応一
回霧がかかってしまえばもうホタテが入ることはないので、もうこっからはゆるりと入っていきましょう。不本意ですが、さてシース戦、おそらく火力が厳しいね。いやでも思ったより入るな、思ったより入るなって印象ですね。ですがまあ地道に行くしかない。で石類状態もこのタケノコが一切食らえないので、もしこう本当にリスクを回避したいのであれば、おすすめの方法があるっていう解説をちょっとしたい。あ、こういうの来たらすぐ逃げる、早めに逃げられるように常に準備をしておく。来てから逃げるのでは遅い、来るを察知して逃げる、事前に察知して逃げる。で本当にリスクを避けたいならもうこれが一番。何をやってるかというと、これで回転させるっていう、もう基本なんですけど、基本中の基本なんですけど、これで回転させておけばぶっちゃけかなり安全です。で相手の動きを見る。 OK、 ちょっと遅れたけど間に合う。で波動を警戒して常に後ろにスペースを作る。割とシース戦の真面目な解説ね。ちょっと忘れて変に食らっちゃうっていうのがある人はこういう基本的なところを抑え直すということで、OK、足りない火力は涙で補う。こう、こう、あ、こうで回復して一気にダッシュジャンプで、エン、うめえ。これなんですよ、結局円と、結局円という名の7万円ヘッドオンなんですよね。これが物を言う、これがもう全てを凌駕する。よし、石油調整も完璧、いきます。殺しきれ、よし、いった、おわーい、相打ちは勝ち、相打ちは勝ちは、あれだから、これはもうデモンズ大人勢だなんで、俺。ホスト殺したら勝ちだから、クソみたいな道場やってるの潰したら勝ちなんですよ。墓王二とはこのまま行きます。神聖武器はすでに右手に持っている。つまり、必要ない。神聖クラブをいちいち作る手間がないっていうのも、このルートのいいところですね。アストロン直近の強み。圧倒的な強み。スタブで一撃。スタブで一撃、もちろんスタブで一撃。さあやりましょう。弱い、火力が足りない、足りないなら補えばいい。そう、石類で、これ食らうと危険かな、これちょっと縦受けだな。完璧、来ました、最強火力強で、波動は逃げる。エストビンでも調整できそうだね、エストビンでも調整できそうですね。これはちょっと食らう危険性あるから逃げながら攻撃、これね、 R2 連打、これが最強です。で全部の攻撃は密着してればほぼ当たらない、過信してはいけませんが、ある程度過信しても大丈夫。黒よし、カボタマ一つだけ使いましょう。これで30個、もちろん戦う必要のない敵と戦うことはないので、本能は戦いを避ける。もちろん今回はデーモン2体は倒さず、その大元であるナエドコだけを倒す。スマート、上質だよね、思想が上質。やっぱアスチョク使う人って立ち振る舞いとかさ、所作とか全てが上質になるよね。で残ったカボタマで遊び行こうか。よし、じゃあ上質にクリアしましょうか。ここの抜け方は見出しました。気づかれる、気づかれて振り向かせて
ムーブさせて逃げる。これようやく教えられた。これまでずっとね教えたいなと思ってたんですけど、なかなか教える機会なくて本当に困っていたんですけど、今回教えられてよかった。これだけは伝えたかった。一回振り向かせる、一番安全。じゃあスムーズに行きましょう。スムースクリーミア行こう。1、2、パン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 パーン、グダグダ、はいグダグダ。だがこれでいい。マジ？ま？ま？ま？よし。うわ最悪、やっちまったぜ。リカバーの方法俺はまだ心得ていない。マジか。どうする？クソが。とりあえず待って、とりあえずソウルは回収して、でこれで走っていって、で第一アンチ、ここがアンチだから一旦ここで待機して、で振らせてからダッシュ。でこれで右側は OK、 左側であれば弓で対処できますからね。で甘えずプロロが甘えていってるやつが甘えだから、プロロ全開。プロロを知る者と書いて賢者と読むから、ちげえな。賢者と書いてプロロを知る者と読むから、賢者と書いてプロロルシルフルと読む。でここまでやったらあとは、でこの基本のムーブをそういえば教えてなかったな。こう両方破壊したらどうすんの、簡単なんですよ。まず振らせる1で振らせて、ローリングで入り込んで、で下に降りる、これだけ、これだけなんですよね。このムーブを覚えとけばはっきり言って問題ないです。破門戦ツボできないよって人もこれさえできれば OK、 あとはもう根気よく左右破壊するだけです。くらえ、よし、では最後のレベル上げ、筋力、これでいきましょうか。ここで拾っておいた龍門章がいきます。炎耐性アップ、石竜をキープするためにも重要ですね。では石竜調整をしてグインを倒しに行きましょう。でここは石竜調整はセンス、ぴったり、よし。ということで今回持たざるものを使って、そしてアストラの直径を信じてやってまいりました。まあ、持たざる者の初期ステータスが全部11ということで、言ってしまえば何にでもなれる、何にでもなれるんです。魔法も使えるし、奇跡も使えるし、筋力、脳筋でもいけるし、技量特化でもいける、上質選手もいける、何でもいいんです。どういう選択をしてもいい。だからもし迷ってしまった人、何をすればいいかわからない人、これからダークソウルを始める人、迷わず持たざる者ありです。はい、持たざるものはあり。まあ今回はアストロン直剣という非常に上質な武器を使ってまいりました。そして以前信じきれなかったこのアストロン直剣を今回は最後まで信じて使ってきました。やはり序盤の強さが際立ちますね。序盤すごく強いです。序盤セキュリティと合わせるとすごく強い、序盤強いです。じゃあ行きましょう、メバチセキュリティ。すいません、なぜかグイン戦で一番大一番で映像がガッタガタ止まるんで、ちょっと設定いじり直しました。よし、いきます。アストロの直剣、お前を信じさせてくれ。いきましょう。は？もう一度よ、アストロの直剣、お前を信じさせてくれ。ミスった、信じさせてくれ、強い。なんだこの火力、なんだ、見たことない火力をしている、まるで圧速じゃないようだ。もう一度見せてくれ。せ
1164。277。アストラの直剣、とんでもない火力だよ。1000点やろう。だがまあ最大強化というハンデがあってこの評価。つまり黒騎士層の方が強い。ということで最後に一言、素性を持たざる者ゴミです、選ばないでください。そしてアストラの直剣、信じてはいけません。黒騎士不走信じろ。お疲れ様でした。ということで最終的なステータスはこんな感じです。最終的に黒騎士不走を使いました。アストラの直剣を早い段階で捨てて、それ以上の強力な武器、上位互換の武器を選ぶようにいたしましょう。今回は黒騎士不走があったので黒騎士不走にしました。ステータスも筋力技量を上げておいて黒騎士不走が2周目以降使えるように調整しておきました。で今回で全素性の解説、一つずつの解説を終了とさせていただきます。はい。なんですけどもまだまだちょっとおすすめしたい武器攻略法があるので、この企画自体はまだ終わりません。まだあります。いくつかそれぞれの素性で使える武器、おすすめの武器がまだあるので、そちらの方の解説引き続きやっていきます。でもう一つ、このシリーズ、この企画、一つこれが基礎です。攻略の基礎で、この基礎を用いて応用という形で全ボス撃破、そして初期 SL 撃破で、まああといくつかちょっとやろうと思ってることがあるんですけど、そちらにちょっと派生させていこうかなと思います。なのでこの一つ、全素性おすすめ攻略講座、まあこれからもまだまだちょっと続いていきますけど、これが一つ基礎となって、そこから派生させていくって感じになります。で最後にもう一つで、これはダークソウルにとどまらず、ダークソウル2、ダークソウル3、デモンソウル、ブラッドボーンあたりまでは派生させていこうと思ってます。赤狼には派生しません。赤狼は幅がちょっとないんでね。まあ、てな感じでちょっと長く続けていこうと思ってます。で、当面というか、直近でやっていくのは、まだ解説しきれてない、その各素性のおすすめ武器の攻略。これを、まだできていないやつをやっていこうと思います。で、そこから、さらに、ちょっとダークソウルで、いくつか派生させていくと。でそれをやってる間に2か3どちらかの準備を整えておくので、そちらにちょっと移っていこうかなと思ってます。でまたやるタイミングで、各素性の解説動画みたいな、今回これを始めるにあたって上げた動画みたいなのをやろうと思ってるので、まあ、そちらもね合わせて、それが上がったら、あ、始まるんだなっていう合図だと思っておいてください。ということで長くなりましたが、これにて終了とさせていただきます。まだまだ続きますので、見たい人は見ればいいと思います。お疲れ様でした。